ルカによる福音書第12章。その間におびただしい群衆が互いに踏み合うほどに群がってきたが、イエスはまず弟子たちに語り始められた。ファリサイ人のパンダネ、すなわち彼らの偽善に気をつけなさい。覆いかぶされたもので現れてこないものはなく、隠れているもので知られてこないものはない。だからあなた方が暗闇で言ったことは何でも皆明るみで聞かれ、密室で耳に囁いたことは屋根の上で言い広められるであろう。そこで私の友であるあなた方に言うが、体を殺してもその後でそれ以上何もできないものどもを恐れるな。恐るべき方が誰であるか教えてあげよう。殺した後でさらに地獄に投げ込む権威のある方を恐れなさい。そうだ、あなた方に言っておくが、その方を恐れなさい。ゴアのスズメはニアサリオンで売られているではないか。しかもその一羽も神の御前で忘れられてはいない。その上、あなた方の頭の毛までも皆数えられている。恐れることはない。あなた方は多くのスズメよりも勝ったものである。そこであなた方に言う。誰でも人の前で私を受け入れる者を、人の子も神の使いたちの前で受け入れるであろう。しかし、人の前で私を拒む者は、神の使いたちの前で拒まれるであろう。また、人の子に言い逆らう者は許されるであろうが、聖霊を汚す者は許されることはない。あなた方が街道や役人や、高官の前へ引っ張られていった場合には、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配しないがよい。言うべきことは聖霊がその時に教えてくださるからである。群衆の中の一人がイエスに言った。先生、私の兄弟に遺産を分けてくれるようにおっしゃってください。彼に言われた。人よ、誰が私をあなた方の裁判人、または分配人に立てたのか。それから人々に向かって言われた。あらゆる貪欲に対してよくよく警戒しなさい。たとえたくさんのものを持っていても、人の命は持ち物にはよらないのである。そこで一つの例えを語られた。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中で、どうしようか。私の作物をしまっておくところがないのだが、と思い巡らして言った。こうしよう。私の蔵を取り壊し、もっと大きいのを建てて、そこに穀物や食料を全部しまい込もう。そして自分の魂に言おう。魂よ、お前には長年分の食料がたくさん蓄えてある。さあ、安心せよ。食え、飲め、楽しめ。すると神が彼に言われた。愚かな者よ。あなたの魂は今夜のうちにも取り去られるであろう。そうしたらあなたが用意したものは誰のものになるのか。自分のために宝を積んで神に対して富まない者はこれと同じである。それから弟子たちに言われた。それだからあなた方に言っておく。何を食べようかと。命のことで思い煩い、何を着ようかと体のことで思い煩うな。命は食物に勝り、体は着物に勝っている。カラスのことを考えてみよ。巻くことも刈ることもせず、また納屋もなく蔵もない。それなのに神は彼らを養っていてくださる。あなた方は鳥よりもはるかに優れているではないか。あなた方のうち、誰が思い患ったからとて、自分の寿命をわずかでも伸ばすことができようか。そんな小さなことさえできないのに、どうして他のことを思い患うのか。野の花のことを考えてみるがよい。紡ぎもせず、織りもしない。しかし、あなた方に言うが、栄華を極めた時のソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は野にあって、明日は野に投げ入れられる草でさえ、神は
このように装ってくださるのなら、あなた方にそれ以上よくしてくださらないはずがあろうか。ああ、信仰の薄い者たちよ。あなた方も何を食べ、何を飲もうかと悪せくするな。また気を使うな。これらのものは皆、この世の異邦人が切に求めているものである。あなた方の父は、これらのものがあなた方に必要であることをご存知である。ただ、御国を求めなさい。そうすれば、これらのものは、添えて与えられるであろう。恐れるな、小さい群れよ。御国をくださることは、あなた方の父の御心なのである。自分の持ち物を売って、施しなさい。自分のために、古びることのない財布を作り、盗人も近寄らず、虫も食い破らない天に、尽きることのない宝を蓄えなさい。あなた方の宝のあるところには、心もあるからである。腰に帯を締め、明かりを灯していなさい。主人が公園から帰ってきて、戸を叩くとき、すぐ開けてあげようと待っている人のようにしていなさい。主人が帰ってきたとき、目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いである。よく言っておく。主人が帯を締めて、しもべたちを食卓につかせ、進み寄って、給仕をしてくれるであろう。主人が夜中頃、あるいは夜明け頃に帰ってきても、そうしているのを見られるなら、その人たちは幸いである。このことをわきまえているがよい。家の主人は、盗賊がいつ頃来るかわかっているなら、自分の家に押し入らせはしないであろう。あなた方も用意していなさい。思いがけない時に人の子が来るからである。するとペテロが言った。主よ、この例えを話しておられるのは私たちのためなのですか？それともみんなのもののためなのですか？そこで主が言われた。主人が召使いたちの上に立てて、時に応じて定めの食事を備えさせる忠実な思慮深い管理人は一体誰であろう？主人が帰ってきたとき、そのように勤めているのを見られるしもべは幸いである。よく言っておくが、主人はそのしもべを立てて自分の全財産を管理させるであろう。しかし、もしそのしもべが主人の帰りが遅いと心の中で思い、男女の召使いたちを打ち叩き、そして食べたり飲んだりして酔い始めるならば、そのしもべの主人は思いがけない日、気がつかない時に帰ってくるであろう。そして彼を厳罰に処して、不忠実な者たちと同じ目に合わせるであろう。主人の心を知っていながら、それに従って用意もせず、勤めもしなかったしもべは、多く鞭打たれるであろう。しかし、知らずに打たれるようなことをした者は、打たれ方が少ないだろう。多く与えられた者からは、多く求められ、多く任された者からは、さらに多く要求されるのである。私は火を地上に投じるために来たのだ。火がすでに燃えていたならと、私はどんなに願っていることか。しかし、私には受けねばならないバプテスマがある。そして、それを受けてしまうまでは、私はどんなにか苦しい思いをすることであろう。あなた方は、私が平和をこの地上にもたらすために来たと思っているのか。あなた方に言っておく。そうではない。むしろ分裂である。というのは、今から後は、一家のうちで五人が相分かれて、三人は二人に、二人は三人に対立し、また父は子に、子は父に、母は娘に、娘は母に、姑は嫁に、嫁は姑に対立するであろう。イエスはまた群衆に対しても言われた。あなた方は雲が西に起こるのを見るとすぐにわか雨がやってくるという。果たしてその通りになる。それから南風が吹くと暑くなるだろうという。果たしてその通りになる。偽善者よ。あなた方は天地の模様を見分けることを知りながら、どうして今の時代を見分けることができないのか。
また、あなた方は、なぜ、正しいことを、自分で判断しないのか。例えば、あなたを訴える人と一緒に、役人のところへ行くときには、途中で、その人と、和解するように、努めるがよい。そうしないと、その人は、あなたを裁判官のところへ引っ張っていき、裁判官は、あなたを、ごくりに引き渡し、ごくりは、あなたを、牢に投げ込むであろう。私は言っておく。最後の一レプタまでも支払ってしまうまでは、決してそこから出てくることはできない。